今週のテーマは沖縄の生活というところで、うん、質問に回答してますけれども、はい、次の質問いきますか。じゃあ行きましょうか、はい、次はですね、はい、まあ、ちょっと先週のにもちょっとね、うん、あれなんですけど、うん、何個か来てたんで、はい、あの内地の人が移住してくるのって嫌じゃないんですかって来てるんですよ。はい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 、やっぱ、ね、まあ、ちょっと移住したいと思ってるけど気になります。ああなるほどなるほど。知南地的にどうなんですかとかっていうのが何個か来てたんでちょっと、うん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 、これ先週も少し話しましたけどね、うん、かなりやっぱりこの、うん、あの県外の方に対しての抵抗っていうのは年々下がってきてるんじゃないかというふうに感じてますね、まあ、全然嫌じゃないよね。全然嫌じゃない、うんうん、全くだね。もうやっぱタクとかウェルカムって来てるから、うんうん、いや間違いないよ、しっかりしてるもん、しっかりしてる、うん、いい人多いしね本当ね。全然だと思うな、うん、嫌がってる、まあ、だから昔はちょっとね、うん、上の人たちが、うん、まあ俺なんかもそうだけどおじいおばあとかがね、うん、あの内地は怖いよとかね、うん、言う人いたけど、うん、もう今はいないもんね。偏見が少しはあったかもしれないですね、うん、20年前ぐらいは実際はね、うんうん、今全然だもんね、うん、まあ、先週も言ってたけどあの青年会、うん、青年会とかも入れるぐらい、青年会に入れるから、うん、全然大丈夫だと思うマジで、うんうん、全く問題ない、本当に全くないですね今は。全くないと思う、うん、昔は結構あったみたいですもんね、溶け込むまでに。そう溶け込むまでに時間かかる、何回もの飲み会に顔出してみたいな、うんうん、ね、うん、でも下手したらそんな、なんていうの、まあ、うん、もう結構慣れてるんじゃないかなみんな、もうもうもうもはやそう、うん、あんまりねもうないない地域に県外の人がいないっていうことはほとんどないしね今ね。うん、ないないない、うん、ほぼいるね。そう職場にもいるし、職場にもいる、子供の学校の、うん、学校にもいるし、父母にも余裕でいっぱいいるし、いるいるいる、だからもう全然もう何とも思わないです。全然思わない、うん、アメリカもいるしね、アメリカもはいはい、もうアフリカ、アフリカもいるんじゃないかないるはずよ本当に、アフリカもいる、うん、いるよいるよだから全然問題ないと思うな、うん、問題ないですね、うん、全く問題ない、うん、結構離島とか島はまだもしかしたら残ってるかもしれないですけど、うん、でも八重山とかも結構来てるんでしょ、うん、ああ石垣とか、うん、宮古もそうだけどね、はい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 、だから結構もう免疫あるんじゃないかな、うんうん、移住できますよ。そうですね、全然、うん、だからそこら辺の問題はまあ心配いらないと、うん、いらないと思う本当にということですよね、うんうん、もう最近聞いたことないしねマジでね、ないね、ないね、うん、全然、うん、だからこの気をつけることありますかって来てるけど、何に対して、そのご近所付き合いとか、あ、まあはいはい、そういう関わるコミュニティとか、いやだからさっきもあったんですけど、だからうちなタイムじゃないしまず、うん、だ遅刻もしてこないさ県外の人なんかって しっかりしてるし、うん、多分怒られるっていうよりも、うん、なんか大事にされるんじゃない、まあ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 ねそうかもしれないね、うんうん、結構いますよ、うん、あの地域のなんか仕切るのは、うん、結構ない県外の人たちがやってて、ね、ほんとそう、うん、多分やっぱりマンションのこの理事やる人も多分そうだし、父母会の会長やる人も結構そうだったりするし、全然問題ない、うん、あの地域に入るのもそう全然問題ないと思う、うん、むしろ信頼あるんじゃないかな、そうそうそう、うん、と思いますけどね、うんうん、まあ、おじおばなんかも結構ね、うん、全然大丈夫だしね今はね、うんうん、だから内地の人と結婚してるっていう人も多いから、うんうん、おじおばなんかもね結構、うん、みんな免疫ありますよもう全然大丈夫だと思います、うんうん、でちょっとね生活に特化したやつも来てるんでもう一個いいですか、はいはい、あのこれはね話しておきた方がいいなと思って、うんうん、台風の時絶対しといた方がいい対策ってありますかっていう、あ台風の時にした方がいい対策、うん、台風だ、県外の人が沖縄でやってる対策、ね、最近県外行き出してるもん、ね、だからだから沖縄でやってる対策で、うん、県外でも使える対策みたいなものがある、はいはいはい、まずでも家が違うもんね、確かに家が違うからね、沖縄はこう RC というかコンクリート、そうだよね、だけど県外は多分その台風最近ね進路が変わって結構行き出してるけど、ね、やっぱ変わってるよね、台風仕様じゃない木造、うん、なんで結構被害を食う、そうだ、やっぱでもガラスとかじゃない、ほうな、沖縄ってあの、うん、やっぱ基地があるからあの、うん、なんていうの、防音になってるから、はいはい、割れないらしいけどやっぱ、うん、県外は、ねはい、水位から割れてしまうからっつって、うんうんうん、結構ガムテープでねやったりしてる人たちもいるし、ガムテープやりますね、うん、
割れたらやっぱ危ないよ、うんうん、でガムテープあれ気をつけないと、あの変なガムテープで貼って、うん、あの布とかなんかあれ、うん、あるでしょ、あるねあるねあるね、布テープとかガム紙テープみたいなのか、そうそうそう、うん、あれね貼って、うん、結構放置してたの、うん、僕、うん、あの取るのがめんどくさくて、うん、もう全然取れんかった、ああ上だけ剥がれて、剥がそうがね、ガムテープのガムの部分が、なるほどね、なるほどね、もうだからバッテンの形でずっともう残ってるっていう、あれすぐ台風過ぎたらすぐ剥がされると、あなるほどね、そう確かにな、うん、一応でもガラスはね、うん、やっぱやるんだね一応ね、これあやってた、ね、うちの前住んでた家は、うん、そういうあのちょっと信頼がなかったから、確かにね、まあ怖いもんね、うん、いやでもそうだ、今は結構内地に行ってるからやっぱ、うん、窓ガラスとかねやらんでもいいんかなとかね、うん、なったかもしれんけど、やってる人もいっぱいいるよね沖縄でね、いっぱいいるいっぱいいる、うん、あとはやっぱりあのカップラーメンを買うっていう、あそうだ、ね、定番と、俺なんか家にもまああるからね、やっぱあの、うん、カップラーメンなくなるよね台風の前の日とか、うん、そう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 、もうスーパーに売り切れるからね、うん、あとコンガスコンロと、あガスコンロ、あと水と、はいはいはい、電気のろうそくも買うね、ろうそくね、懐中電灯かろうそく、去年停電したもんね沖縄もね、去年したみたいね、うん、やっぱその場所によっては3日ぐらいした、うんうん、3日ぐらいして、うんうん、南部は1週間ぐらいしたもんね、1週間マジか、断水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 こそやばいよな、うん、うん、あそう、ということで今週もね早いっすね、もうあと20秒というところになるので、でも台風はね今年確かに多いらしいっすよ、はい、沖縄の、うん、民衆が言うには、だ気をつけて、はい、じゃあ来週もね、はい、引き続きまたテーマ絞って、はい、配信していきますので、よろしくお願いします、はい、さよなら、よろしくお願いします。